中尾清張さんに来ていただいてる。中尾さん、あの成田悠輔さんが、あのなんか年寄りは切腹しろということを言って炎上してニューヨークタイムズにも取り上げられちゃって、あれどう思われました？それをまた日本のメディアは取り上げないっていうことで、ね、どうですか？いや僕最近成田悠輔さんの、うんうん、まあ、ちょっと前に話題になった、はいはい、あの民主主義に関する、はいはいはい、あの本を読んで、はいはい、あ、精緻な分析でね、うんうん、あのこういう日本の若い研究者があの、あのアメリカと日本を、まあ、股にかけてね、うんうん、あの活躍してるっていうのはいいことだなと思ってたら、うん、まあ、要するにと、まあ、年寄りはあの、まあ、本当どういうふうな前後の文脈を、うん、文脈がね、うん、あの言わないであの言うのは無責任なので、うんうん、まあ、それもが取り上げら、そこだけが取り切り取られたとしても、まあ、穏やかならぬ表現ですよね、うんうん、で一方で、エマニュエル・トッドがヨーロッパ最高の知性と言われる人ですよね。その人がですね、コロナ の、まあ、あの半ばぐらい、うん、まあ、別に終わったわけじゃないけど、うん、この約3年間の半ばぐらいで、世界のコロナ対策、とりわけ日本は、うんうん、あのまあ、年寄りの命を守るという大義名分で、うん、若い人たちの活動行動を大いに制約してしまったのは残酷だと、自分も老人だけど、うんうんうん、というような趣旨のことを言われたんですよね、うん、僕はそれはね素晴らしい、本当にあの賢いっていうか大事にしてた、分かってる人の言うことで、しかもそれはある程度の年齢の人でなければ言えないことだったと。ポジショントークではないということですね。ないということですね、うんうん、それが成田さんの場合はポジショントークに聞こえちゃうというところが今回の同趣旨のことを言ってると思うんですよ。同趣旨のことを言ってるの、別にそちらがみんな死ねなんて本当に思ってるわけないじゃないですか、うんうん、それぐらいこう年寄りっていうものがこう一括りにされて、コロナ弱者とみなされて、うんうん、それにあの、まあ、国の施策があの弱者に寄り添ってることを擬態しつつ、うん、それでいて、まああのまあ、保守的な政治家の岩盤支持層でもあるなら、うんうん、それにぴったりはまったっていうのが僕はとりわけ日本のコロナ対策だったと思います。そして中尾さん、あの安倍晋三さんの回顧録ですけど、これ中尾さん、あの入手できてないと、入手できてもう売り切れて、いや、ただね、あ、はい、これはあの、ね、あの今の僕読む読まないに、うんうんうん、関係なく言えることなんですけど、うん、あのもしね安倍さんが、うん、あの亡くなってなかったら、うん、この本ね日の目を見なかったとかもしれませんね、はい、そこが僕で、うんうん、今回の一番のポイントで、うん、あのなぜか要するに安倍さんやる気だったと思うんですよ。あ、まだね、第3次、第3次安倍政権、うんうん、あの可能性があった、うんうん、というか、安倍さんが長くやってる時にはいわゆるその割とリベラルの人たち、あるいは茂木さんや僕 の、 あの仲間の人たちで割とあの若い頃からあのとんがってた人たちは安倍政権を批判してたじゃないですか、まあ そ、 ですね、その後に続いたものにくらいを見て今の岸田政権になってると安倍さんの方がよっぽど良かったということに見えちゃ う、 う、ね、あのこれ橋本五郎さん、あの読売の政治部 の、うん、あの非常に素晴らしい記者の方が非常に精緻にですね、うん、網羅的にやってるんですね。僕は読んだんですけど、うんうん、で中尾さん、そのまだお読みになってないってことなんですけど、2つだけ内容を当ててご感想を聞いてもいいですか、うん、1つ目があのこれ一部ネットでも評論されてるんですけど、安倍さんの小池百合子評なんですけど、これが面白くてですね、小池百合子さんはジョーカーだと、だトランプの手数で1から13まで普段必要なカードではないんだけど、何かの時にジョーカーとして使える存在だっていう評論が面白いなと思って、それどう思いますか、うん、あのそれってあの、うん、本音をうまく隠した、うん、みんなの共感を得るためのロジックとしては、うん、あの秀逸ですね。お、本音はなんですか。本音はだから嫌いだっていうことですよ。いらないっていうことですよ。あ、カードね、トランプの。したくないっていうことですよね。だからもう安倍さんってね、実はそのすごい知性を持ってた人かもしれないな。でも僕はあの僕はそう思いました。いや、森さんね、直接だったんでね。私僕もまあ、うん、1、2回お会いしたことありますけど、うんうんうん、そんなあのゆっくり話したことはないし、うんうん、まあ昭恵さんとはね、あの、はいはい、まあ、ね、お酒が好きだからご一緒しますけど、実は相当な知性を持った人なんだなというのは、そういうふうな比喩でも見ることができますね。もう一個実は面白い、本当に面白かったのが、あのこれ橋本五郎さんが実はこの本の中で一番重要なことだと言ってるんですけど、まず、あ、ちょっとじゃあもう一つ、だからその前に大前提として、あの安倍さんの長期政権を橋本さんはてかご本人も財務省とのずっと格闘の歴史と、要するに財政規律を重視するものに対して、要するにアベノミクスやったわけじゃないですか。
そういうふうに捉えてるんですよ。それについてはどうですか。いや、僕はこれについてね、読む読まないの前に、言いたかったことなんですけれども、じゃあね、もう財務省や財務省に近い政治家が言ってることは、国債いっぱい出していいんじゃないかと、お札どんどんすれっていう、リベラル派の人たちに対して、ハイパーインフレになる、ハイパーインフレになるって、30年言って、なってない、ね、2% のインフレ目標も達成できずにいたことで、30年間失敗し続けてきた政策を見直そうとすることにさえ抵抗するっていうのが頭おかしいんじゃないですか。なるほど、なるほど。狂気の沙汰で、財務省は、お国のために考えておられると思いますよ、はいはい、ただね、自分たちが30年間間違いっぱなしだっていうことにちゃんと説明できないじゃないですか。なるほど、なるほど。だからあんたたちはちょっと待って、国債をいっぱい発行してお札を増刷して日銀に買わせればいいって言ってる人たちの言う通りに一度やってみて、それでハイパーインフレに なりそうだったらやめればいいじゃないかっていうことをね、なんでやらないのということを僕は安倍さん言いたかった。興味深いですね。そして中尾さん、おそらく僕的に今回の外交録でたった1ページほんのちょこっとしか書いてあるんですけど、すごく衝撃的なことがあったんですよ。それはいわゆる盛りかけですね、特に森友の問題って、安倍さんはひょっとするとあれは財務省が安倍さんを追い落とすために仕掛けた陰謀なんじゃないかと思ってたところがあったって、でそう言われるとね、確かにそう見えないこともない。少なくともですね、財務省の本丸ではなくて、他の部局が、土地の処理を誤ったのは事実です。誤って要するにゴミがいっぱい埋まっているし、上の方には飛行機が飛んでて騒音もあって、それともう一つ、いろいろな問題もあったんでしょうけど、あれは本来はただであげてもよかった土地で、その文書の改ざんって要するに余計なことだったわけじゃないですか。それはもうそれをやったのは本当に財務省は認めないでしょうけども、本当に痛恨の極みで、安倍政権の後半の、歯切れを悪くしたという点では、僕は国益を損ねたで、それは安倍さんからするとひょっとするとそれは自分を追い落とすための財務省の辛抱遠慮だったんじゃないかというような記述があるんです。なるほどね。 でも結果的には、そうなったからいいんじゃないですか、彼らの思惑。ただし財務省も無傷ではいられなかったですね。それでそれってちょっとあれに似てますよね。だから鳩山由紀夫政権の時の要するに、普天間の移転の時にやっぱり外務省がちょっと偽情報を鳩山さんに出したと、ね、鳩山さんはね早く辞めてもらって本当に良かったし、なるほど。いや、そこはね、そこの評価を置いといて、その構図はちょっと似てるって。なるほどね。官僚、なんて言いますか、官僚機構は自己目的化しやすい、特に日本的なエリート社会においては、そうだというふうに政治家はまず考えなきゃいけないのが、でもほら有能な政治家ってしばしば官僚出身なんで、それを彼らの習い性だとか、それは仕方ないよねっていうふうに諦めてしまうじゃないですか。だから今当人政治家ってほぼいないじゃないですか。今二世三世って世襲の人は言いますけれども、本当に政治を志して、要するに野田さんみたいなね、タイプの人が、ただ野田さんもある意味では財務省の言うことに非常にこう忠実と言ったら、あれですけど、そのいわゆる一匹狼的な当人政治家がもっと国家の中枢に座らないかなっていうのはいつも感じますね。これで外交でもちょっと本当にこれもう話が尽きなくなっちゃうんですけど、その習近平票が面白くてですね、見ましたこれでご覧になったか分からないですけど、その習近平は中国だから共産党入ったけど、もしアメリカに生まれてたら共和党とか民主党でも入ってたろうっていう、これどうですか。だからね、中国共産党っていうのは、権力構造を維持するための装置なので、国会もないし、民主的な選挙もないわけだし、憲法よりも上位の概念じゃないですか、中国においては。それだったらそこの中でのし上がっていくためには共産党員で なければならないのが当たり前だし、それの青年団体に属していることが望まれるし、しかも習近平は一応大使党でしょ、お父さんは共産党 の第二世代の幹部であったわけですから、それだけの条件が整ってたら上を目指すのが当たり前なんで、その人がアメリカに生まれてたらその時の政権に近い政治活動をしたでしょうし、日本に生まれてたら
それこそ2世3世議員として自分の選挙区をがっちり守って中央政界で若くして、大臣やその上を駆け上るポスト争いに入ってただけのことだと思います。なるほど。そしてこれね、本当に安倍さんのその人物評が面白いんですけど、トランプ大統領に対して安倍さんがちょっとごますってたみたいなね、評があったじゃないですか。でもあれ、安倍さんがね、そのトランプさんってどういう人かっていうと、その首脳会談の時にオバマとかだったら30分も取るのも大変なんだけど、トランプ1時間半とかだらだら話して、そのうちなんかゴルフの雑談始めて、それを延々とやるような人だったって言うんですよね。だからそのトランプに対してはやっぱりそういう個人的な関係を早期に作らないとまずいっていうんで、ニューヨークのトランプタウンの前に中に入ったっていう、はい、安倍さんはもう日本の国益のためにアメリカの大統領がどんな人であろうとも、日本はアメリカともう極めて親密な関係だということを中国、韓国、北朝鮮に見せつけておく必要があるので、それは正しかったと思います。それもあられもないという人もいたと思うけども、あれでどれだけトランプがね、安倍さんに感謝したかということはですね、忘れてはならない。だからプラグマティックな判断だったってことですか。そういうことですね。それとトランプって、これはまた別のところで安倍さんがおっしゃってるわけですけど、だから日本とアメリカが戦争をなぜしたのかとかですね、そういうこともちゃんと分かっていない、いないし、ましてや日本とアメリカの幕末からの関係なんてね、全く知らない人なわけですから、あれだけなんて言いますか、こう教養の欠落したアメリカ大統領と過ごしていくためにはもうゴルフだのね、もうなんかその親密な関係を築く、もうあられもない、それをごますりというならね、でもビジネスもごますりのところもあるわけですから、それを一概に批判するのは対米追従だとかいうのは簡単ですけど、アメリカの力なくしてね、どうやってロシア、中国、北朝鮮と対峙していくんですか。まあ、そうですよね。ということで本当に話はつけないんですが、中尾さん、もしうまく安倍晋三さんの回顧録手に入れて埋められたら、ちょっとオンラインかなんかでもじっくりお話しさせてください。ということで中尾誠一郎さんでした。ありがとうございました。